ファンキルタガタメプレゼンツ、前泉 P の絶つながるラジオ。秋を先取りしたら厚着になっちゃった3分間始まりましたね。始まりました。人が多いね、はい、そうなんですよ。私、久しぶりにお邪魔させて。そういうことじゃないよ。あ、違う。スタッフが多いってことだよ。あ、そうだな。ちょっと密にならないように。お前ちょっとニジプロのリマちゃんに似てる感じの髪に寄せてんじゃない。いや、違います違います。いや、私が先に髪切りましたからね。それで言うと何さんでした。あ、すいません、アルマス役の角友美ジャーです。よろしくお願いします。すいません。はい、そしてあのファンキル6周年間近ということで、今週はファンキルウィークです。ゲストとしてなんと1位バリュー役の二宮さんが来てくれました。僕のことはそうだな、天才美少女戦記イチイバルさんと呼んでくれて構わないよ。どや。というわけで、イチイバル役の二宮愛子でーす。どうぞ。お、豪華だ。お、豪華なんでしょうか。やっとですね。ですね。今日もまた変な服着てますね。はい、変な服と言われ続けて数十年。それ何なんですか、それは。これ何だと思います。私はこれは切断された腕の断面図に見えたんですけど、イチゴタルトなの。怖確かに。はい、はい、ということで、あの先ほどもお話しした通り、ファンキルまもなく6周年ということで、11月の第1週までファンキルの特別企画をお届けします。はい、企画をお届けします。はい、今回は4週撮り、はい、そうですよ。相当来てるね、もう。お忙しいですね。そうですね。今日は何をしてるんですか。はい、今日はファンキルをテーマにレギュラーコーナーを行いますが、時間がちょっともうないので企業報告をしていただきたいななんて。でもこの台本にはちょっと二宮さんがね、ツイッターとかないのにいつもこう絵を描いてくださったりとか、ね、そうですね。そういうところが結構生放送でもあったり、ね、なんかもうそろそろ言えばいいんじゃない、事務所に。まあ方針がねありますんでね。方針とか規則って破るためにあるんですよ。お、わる。でも一応あの事務所のホームページにその近況報告というか、生放送出ましたよみたいなのがニュースみたいな、ニュースで出てくる。確かにある感じのね、ホームページになっておりますので、ね、よければご覧になってみてください。そっちまでね、行ったらちょっと書いてあると。すごいね、今時、はい、事務所のホームページのにお気に入りに入れて見に行くんだ。見に、そうですね、あの行っていただければね、生放送の時のね、自撮りの写真とかね、あ、載ってるんだ。載ってんの。ブログっぽく載ってんだ。実はね、載ってたりすることもあるんですよ。あ、じゃあ割とちゃんとしっかり載ってるみたいなんで、皆さん気になることそちらの方、まあ、よければ気が向いたらで、はい、全然大丈夫です。まあ、二宮さんのことを今日は一つまたよく知れましたね。そうですね。それではまた明日。明日。